こんにちは、せなすけです。今回はですね、すごいものをご紹介させていただこうと思います。で、ちなみに、今回ご紹介させていただくキットはですね、いつも見てくださってる視聴者様にいただいたものなので、本当にありがとうございます。じっくりとご紹介させていただきたいと思います。はい。では、いきますよ。皆さん、覚悟できていますか？ダダン！こちら RG のラストシューティングジオングエフェクトセットでございます。やばーやば、めっちゃかっこいいですね。ボックスアートかっこよすぎん、やばないっていう感じなんですよ。めっちゃかっこいい。こちらはね、豊富なジオングのね、エフェクトに加えて、ラストシューティングのね、ラストシューティングの場面を再現するための台座専用のエフェクトっていうのもついております。はははははは。すごいですね。今回はこちらの、中身をね、じっくりと紹介させていただきたいと思います。はい、じゃあじっくり見ていきましょう。めちゃかっこいいんだけど、このジオングの顔のアップやばないですか？これやばないですか？はい、見てください。やばいぐらいかっこいいですね。このボックスアートはちょっとずるいよ。これはずるいよ。めっちゃかっこいいやん。やばいぐらいかっこいいね。はい、こういったね、ジオングの様々なエフェクトに加えてね、この場面、ラストシューティングの場面がね、再現できます。この台座なんかもついてます。ラストシューティングを再現するための、これだけのね、ものがついてます。台座エフェクト。めっちゃかっこいいですね。いやー、素晴らしい。素晴らしいです。はい。ではね、こちらのエフェクトセットの、箱を開けてみましょう。オープンですね。ですね。ちょっとドキドキしますね。ドキドキします。ズズ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 ズ。はい。じゃじゃーん。やっぱり、たくさん入ってますね。いや、でっかい箱だったから、当然なんですけども、うわー、すごい量のランナーですね、これは。あと、あれだね。デカールもたっぷり入ってるように見えます。さてと、こちらをね、楽しみだ。組み立てて塗装してっていうのがすごい楽しみですね。はい。では、ランナーを見ていきましょう。まずは、1、2枚目ですね。かなりの数のランナー入ってます。こちらは、どうなんでしょう。フレームとかですかね。フレームの中のね、メカの部分とかですよね。かっこいいな。造形やばいな。はい、次は3、4、5のランナーですね。じゃじゃん。見てください、こことか。めっちゃかっこいい。すごいクオリティだな。やべえな。クオリティの高さやべえな。めっちゃかっこいいじゃないですか。すごいね。これを組み立ててって考えたらもうめちゃくちゃかっこいいものになるんじゃないですか。これ中のさ、この外装なしでも多分めっちゃかっこいいんでしょうね。細かいなぁ。めっちゃ細かいな。すっごいなぁ。はい、次は6、7、8枚目ですね。またもやすっごい造形です。細かっ。めっちゃかっこいい。すっごいな。こことかやばくないですか？この辺やばくないですか？細かすぎるだろうっていうくらいの、この辺もすごいですね。めっちゃかっこいいですね。そして、色分けが超豊富なんですよね。はい。見てください。ほら、紫だったり、青っぽい、紺色っぽい色が入ってたりね。黒だったり、グレーだったり、クリアパーツだったり、すっごいですね。めっちゃかっこいいじゃないですか。うわー、早く組み立てたいなと思いますね、これは。はい、次は9、10枚目のランナーです。すっごい細かい。笑っちゃいますね、もうね。ふほほほってなっちゃいますね。すごいね。そしてね、こちらもね、色がめっちゃ綺麗。プラのね、つるっとした感じ、すっごいいいですね。めちゃくちゃ綺麗。色もね、ちゃんとね、ジオングの色をしっかりと再現されてて、すごいなと思います。こういったさ、微妙なニュアンスの色までね、プラでしっかりと再現できるのすっごいですよね。いやー、プラモを作る技術ってすごいんだなって、進化してんなーって思いますね。すっごいよね。はい、11、12枚目のランナーですね。もう12枚目まで来ましたね。やっぱりね、まだまだランナーありますからね。でもこの後からはね、ちょっとエフェクトのランナーがちょこちょこと増えてくると思います。はい、いかがですかね。めっちゃかっこいいよね。こう内部までね、こだわり抜かれて作られてるの、本当にね、組んでてね、最高ですよね。やっぱりこっちもね、組む側としてもモチベーションは上がるし、すごいやる気につながりますよね。こんなにこだわって作られてるものなんだから、最後まで組み上げたいなっていうようなね、気持ちになるのは、本当にありがたいことだなと思いますね。最高です。はい、13、14、15、16でございますね。はい。いやー、めっちゃ細かい。かっこいい。そして色分けがやっぱりすごい。もうここで新たにね、赤が登場しましたね。赤色のランナー。ほら、アンテナの部分とかですね。めっちゃ綺麗じゃないですか。赤もね、しっかりと真っ赤な色が出てて、めっちゃかっこいいね。すっごいね。いろんな色がね、もう再現できるんですね。いや、技術って恐ろしいわ。はい、次はちょっと細かいですが、17、18、19、20、21、22、23のランナーですね。この辺ね、かなりちっちゃなランナーになるんですが、はい、23枚ですね。今のところ、なかなかの数ですね。まあ、小さいの合わせたといえど、かなりの数ですね。そしてまたね、新しい色がここでね、一気にバッと出るわけですよ。めちゃくちゃ色分けされてるやん。すっごいやん。さすがですね。もうほんとどんどん進化していくから、もう恐ろしいですよね。プラモのね、技術っていうのは本当にすごい素晴らしいわ。そしてこのエフェクトたちがね、ここで登場するわけですよね。エフェクトも綺麗ですね。このね、イエローのクリア、めっちゃ綺麗ですね。はい、次は24、25、26。枚目ですね。こちらのね、エフェクトのランナーはですね、ほぼ一緒、全く一緒ではないんだけど、ほぼ一緒の形してます。はい、こんな感じですね。エフェクト、いかついな。すっごいよな、これ。これつけたら絶対かっこいい。でも私ね、こういったクリアパーツって塗ったことないんですけど、これどうやって塗るんでしょうかね。私、この辺もね、しっかりとね、塗ってみたいなって考えてるんですよ。このエフェクトのパーツたちもね、がっつりと色付けしていってみたいなって考えてます。これクリアのまんま塗っていくのかな？どうなんだろう？はい、それはまた考えていきましょう。塗る時に考えていきましょう。はい、次は27、28、29、30。ついに30枚目まで来ましたね。すごい細かいパーツなんですけども、30枚目まで来ました。はい。めっちゃいいですね。こちらはね、こちらの赤色っぽいクリアパーツはですね、ガンダムのね、ラストシューティングを再現するときに使うエフェクトパーツですね。いいですね。こちらもいい色ですね。めっちゃかっこよくね、再現されて立体感が。ここのね、ここの立体感とかすごいですね。これもなんですけど、めっちゃかっこいいなぁ。すげえ。はい。31。32、33ですね。こちらの黄色のエフェクトパーツもね、全く同じランナーになってるので、ちょっと重ねましたね。はい、こんな感じですね。だいぶね、ランナー数が多いなという感じは皆さん感じてるんじゃないでしょうか。いかがですかね。でもすっごいかっこいいね、このエフェクトとかね。で、ここはやっぱ塗りたいなっていうことばっかり考えてしまいます、私は。次は、34。35、36、37枚目ですね。こちらのね、ランナーも、2つ同じ形になってます。こちらはね、ラストシューティングの時にね、再現する時に使うね、台座になるようなね、パーツたちが主についてるんだと思われます。はい。すごいかっこいいね。こちらなんかもそうですね、台座になるところですね。いいね、めっちゃいいね、かっこいいよ。ラストシューティングのところもしっかりと再現してみたいですよね。うわー、でもそれができちゃうっていうのは本当にロマン、いいですね。かっこいい、かっこいいよね。最後は台座が2枚ついたランナーですね。こちらも数に数えるとしたら全部で38ですかね。全部で38枚のランナーがありました。すごい数だでもね、数が多い方がね、なんか燃えますよね。やったるでーみたいなね、そういう気持ちになるので、私は今とてもワクワクしております。すごい楽しみですね。台座がね合計3枚ですね。合計3枚の台座、こういった形のね台座がついてましたね。あとはですね、こういったワイヤーが2種類ついてるのと、リアリスティックデカールですね。シールっぽくなってるやつですね。まあ、こちらはね、ただ貼っただけだったら結構ね、シールっぽく見える時があるので、艶消しとかね、光沢とかね、トップコート拭いてあげるといい感じに馴染んでくれるやつですね。これも貼ったらまためっちゃかっこよくなるんでしょうね。はい、そして最後、説明書ですね。このジオングの顔のアップめっちゃかっこよくない？やばくない？このかっこよさ。すごいですね。いいね。あ、なんかかわいい。ちょっとかわいい。ここはちょっとかわいいね。ここね。リアリスティックデカール、ここに貼るんだよっていう図ですね。いいですね。はい、説明書はこんな感じ。うわー、もう、これ説明書を見ただけでもう細かさが伝わってきますね。めっちゃ細かいんだなっていう。で、かっこよすぎません？やばいぐらいかっこいいじゃない。作りの細かさがとんでもないですね。素晴らしい。うわー、細かい。大変そうだな。大変そうだけど、わ、こんな感じなんだ、中のフレームは。へえ、これはこれでなんか若干怖い感じしてかっこよくないですか？これはこれでなんかいいなーって思ってしまいました。はい、こんな感じですね。はい、以上で中身すべてお見せしました。いかがでしたでしょうか？はい。ということで、RG の、ラストシューティングジオングエフェクトセット、いかがでしたでしょうか？めっちゃかっこよかったね。めっちゃかっこよかったね。もう中のさ、一つ一つのパーツの細かさが半端じゃなくて、もうめちゃめちゃかっこよかったし、色分け、プラのね、色プラの数の豊富さにもびっくりしました。そしてエフェクトのね、ダイナミックな表現っていうのも素晴らしくかっこいいなと思いました。もうね、早く組みたいですね。組んで完成したものをね、もう見たい、拝みたいっていう感じですね。いやー、もう楽しみです。めっちゃ楽しみ。でも、やっぱり RG ということだけあって、組み立てはね、それなりに大変だとは思うので、覚悟しております。で、私はこちらのRG のジオングの組み立てをですね、生配信、YouTube の生配信の中でやっていこうと思っております。生配信の中だけで完成させれたら理想ですよ、私的には。そうできたらいいなと思っています。ね、皆さんもぜひね、見てください。見てくださると嬉しいです。はい。じゃあね、これから頑張って組んでいきましょう。生配信の中でやっていきましょう。皆さんもお付き合いのほどよろしくお願いします。頑張ろう。そして、この後ジオングは、完成、組み立てが終わった後はね、塗装していこうと考えております。はい。エフェクトも含めて、塗装していきたいなと考えていますので、頑張りましょう。すごく頑張りましょう。うん。いや、やればできますよね。うん。頑張ればできるよ。楽しみです。いや、とりあえずね、組むことも楽しみだし、組んだ後に塗るのもすっごい楽しみだし、もう楽しみがいっぱいで、幸せですね。楽しみがたくさんあるってすっごいいいことです。よっしゃ！ということで、今回は、RG ラストシューティングジオングエフェクトセットの中身を紹介させていただきました。皆さん、いかがでしたでしょうか？はい。ということで、今回はこの辺で。じゃあね。またね。